ひらがなケヤキを大きくしたい。やってやった。やばいよ。囲まれたな。ちょっと悔しくないわ。ただそれだけだった。初めて欅坂46を見たのはこの場所だった。すごい胸にきて涙が自然と溢れてくる。こんなパフォーマンスがしてみたいっていう気持ちになりました。去年患者さんのピューをライブで見てずっと憧れてたので、患者さんと同じ憧れのステージに立てて、なんかだから嬉しかったし許せなかった。そんな時、この言葉が私を救ったんです。